次に坂口直人君。はい、坂口君。日本維新の会の坂口直人でございます。今日は除染を切り口に、福島第一原発の周辺を将来的にどのようにしていくのか、お尋ねをしたいと思います。この環境委員会でも先日福島第一原発の内部を含めて、周辺の除染作業についても視察をさせていただきました。もうとにかく膨大な大変な事業である、もう大変な思いをして、作業員の方々も取り組んでいるし、まあ、住民の方々 もう一刻も早く戻りたいとい もう切実な思いを彼らに託している、それが現実だと思います。で、まあ、国はですね、最も線量の高い原発の周辺の地域を直轄で、除染特別地域として、除染を行い、また、市町村は独自に各自治体の中で必要と思われる場所を除染をする。そして一方で、比較的線量が低い地域においては、自治体や NPO などが線量低減化活動支援事業ということでですね、まあ、有志で、除染活動を行って、まあ、それに対して、まあ、これは基本的には福島県の事業でありますけれども、国が除染を行うと、まあ、こういった住み分けで、まあ、除染が行われていると聞いております。で、まずこの全体のですね、除染、まあ、私は環境省が取りまとめる、まあ、管轄をするというふうな意識でいたんですが、最後に指摘をさせていただいた線量低減化活動支援事業、まあ、有志の方々が行う活動を支えるものについては、もともとは内閣府が管轄をしていて、まあ、今は経産省が行っていると、まあ、このように聞いております。まあ、このような住み分けがなされている理由とですね、では実際のその司令塔になるのはどこなのかということについて、まずお伺いをしたいと思います。小林水大気環境局長。除染につきましての、まあ、政府全体の体制というご質問かと存じます。まずはじめに、これは対応、除染に対応する法律もございませんでしたので、まあ、そういう意味で内閣府が中心になっていろんな生活支援を行ったというように承知をしております。その後、まあ、法律ができまして、除染については環境省が責任を持って行うということで現在進めているところでございますが、これもいろんな復興のインフラの整備でありますとか、さまざまな復興のための事業とも連携をしてまいりますので、最近では復興庁が、まあ、全体の司令塔となる形で、環境省の除染と、まあ、インフラなり、いろんな生活の問題、これを各所の、まあ、連携を図ると、まあ、そういう体制ができてきて、その中で進めていると、そういうように認識をしていることでございます。坂口君。まあ、市民の方々の、まあ、自発的な意思、これをですね、最大限生かして、例えばその子どもの通学路の近くなどについては、まあ、彼らが主体的に行っていく、これは非常にいい考え方だと思います。ただですね、この実態について私もいろいろとヒアリングをしたんですが、実際にはそういった子どもたちが多い市街地であればあるほど、実際にその仮置き場として使える場所がない、これは仮置き場を設定することが大前提でありますから、まあ、実際にはですね、なかなかこう使いにくい制度になっていて、当初想定した期待したほどにはこの事業が十分な成果を果たしていないのではないかという、まあ、そういった声も聞きました。まあ、関係者の方々一生懸命やっていらっしゃると思いますが、まあ、ここまでのところのこの事業についての評価、これ十分に検証が行われているのかということも含めてですね、まあ、どのように評価しているのかということについてお伺いをしたいと思います。経済産業省草壁大臣官房総括審議官。お答え申し上げます。今ご指摘のありました、いわゆる福島県の県民健康管理基金というものを180億円の予算をつけまして、補正予算で計上しております。確か実績を見てみますと、平成23年度
予算額36億円に対して執行額16億円で、全体で支援件数3000件となっております。翌年度24年度予算額20億円計上して5億円の実績で、それで支援件数1500件となっております。一方で福島県の方はこの事業本年度についても継続をしたいという意向がございまして、12億円の事業予算を用意してくれているということでございます。国としては県の方で継続の意思があるということでございますので、そうした意思を尊重しながら対応していきたいというふうに考えてございます。坂口君。除染作業全体がですね、本当にさまざまな矛盾ジレンマとの戦いだと思います。でこの事業についてもですね、例えば私各自治体 その議会の議事録などもいろいろ読んでですね、ジレンマの中身についてもいろいろと調べてみたんですが、例えば都市によってはですね、表土の剥ぎ取りをしないように呼びかけているところもあります。路面洗浄や草刈りだけを行うと。しかし土砂を取らないと効果は薄いんですね。で例えば石川町などは小学校や中学校の周辺では1センチの土砂の剥ぎ取りを行った。しかし全体の効果としては 10% から多くて 50% 程度の効果でありまして、で5センチ剥ぎ取った場合は大体 90% 程度の効果がある。すなわち効果を上げようと思うとなるべくたくさん表土を剥ぎ取らなければいけないけれども、たくさん剥ぎ取るとですね、それを実際に仮置き場に置いておくことができないというジレンマがあるわけですね。こういったさまざまなジレンマがあるので、先ほどお答えいただいたように期待されるほどはこの事業が活用されていないということだと思いますが、この住民の方々の自発的な意思を尊重したこの事業についてもっと実効性を高めていくにはどうすればいいのか、現時点でお考えがあればお聞きをしたいと思います。小林局長。今先生ご指摘ございましたように、除染というのもどういうやり方でやるかというのは、結構模索して進めてきた経緯がございます。その中におきまして、やはり線量がそれなりに高いところにつきましては、しっかり表土を剥ぎ取るというような作業も行っております。一方で必ずしも高くないところについて、どうしても剥ぎ取りたいというようなご要望もあるのではございますが、その効果とそれからやることの仮置き場の問題もございますし、経費の問題ございます。そういうことも合わせまして、今それにルール化をして進めてきているところでございます。先生もご承知のように、今24年度25年度で生活周りについては今国あるいは市町村が作っていただいている計画をとにかく実施をして、目処を一定のところまでつけたいと、こういうことで進めております。この進捗もいろいろございますが、この夏以降、しっかりそこの評価をして、次の段階にどう進んでいくかと、そういう議論する段階かと思っております。今先生ご指摘ありましたところは、特に市町村がどうお考えになるかというところも非常に大きいと思いますので、よく意見を聞いて、そういう見直しの中で議論してまいりたいと考えているところでございます。委員長。坂口君。今お答えいただいたように、さまざまなジレンマ、矛盾した状況の中で、頑張って、除染を行っている状況、これはですね、本当に福島の方々にとっては切実な問題だけにですね、できる限り、その結果が伴うように政治としても後押しをしていかなくてはいけないと思います。将来戻れる可能性がある場所については苦労しながらも除染を行っていく。しかし福島第一原発の周辺の地域、極めて近い、線量が高い地域においては、将来、近い将来戻れるかもしれないと住民の方々に期待を持たせた状況でいるのか、いたままでいいのか、それが政治の意思として本当にその誠実な態度なのかということについてもですね、私は我々自身に問いかけを行わなくてはいけないと思っています。我が党の中田博史衆議院議員もですね、予算委員会においてこの問題について問題提起をいたしました。ふるさとに一刻も早く帰りたい、これは本当に切実な思いだと思います。
しかし本当に線量が高い地域の有効活用をするのがですね、この除染を行うことなのかどうかということについて、もう一度ですね、私自身も問いかけて、参りたいと思います。でまずこの除染作業によってどれほどの汚染土壌また廃棄物が、生まれるかということなんですけれども、さまざまな情報によるとですね、1500万立方メートルですね、最低でもそれぐらい、場合によっては、倍ぐらいが想定されていると聞いています。これは、10トンダンプカーであれば、200万台に相当するということです。で、これをですね、最終処分場、これは、県外に運び出すということになっておりますから、そうするとですね、27年かかるということで、ございます。で一方で、廃炉に向けたロードマップ、中長期のロードマップ、これは東京電力と政府がともに策定しているものですが、廃炉に向けては、30年から40年かかるということですね。したがって本当にある程度の除染が終わったとしても、いつまたメルトダウンするかわからない、あるいは地震が来たときに再び以前のような状況になってしまうかもしれない福島第一原発を近くにして本当の意味で安心して戻ることができるのか、こういったことについてもですね、私は考えなくてはいけないと思います。したがって私の提案はですね、これは中田議員が提案されたことと同じなんですが、本当にこれは膨大な除染をしても現実的には戻れる可能性が薄いところについてはですね、政治の意思として立ち入り禁止地域にする、そして現在中間貯蔵施設どこに置くのか定まっておりません。また当然最終処分場の場所も決まっていない。しかし一番近い福島第一原発の周辺にその膨大なですね、放射能に汚染された土を運び込むことによって、そういったですね、先行きが全く見えないこの除染作業と最終処分の問題を、いわば解決していく、こういった政治的意思を示すことも必要なんではないかと思っています。少なくともそういった可能性についても検討するのが、私は本当に切実な思いで帰宅できる日を待ち望んでいらっしゃる福島の方々にとって誠実な態度なんではないか、彼らがしっかりとした人生設計ができるように、まずは中途半端な期待を持たせるのではなくて、その場所を徹底的に有効活用する、その上でですね、30年40年かけてでもきっちりと廃炉を実現をして、周辺の除染も行った上で、帰れる状況になれば帰っていただくと、そういう、ビジョンをですね、政治が示すことも必要なのではないかと思っています。で安倍総理はこの問題に対してですね、検討しながら判断したいと、このような答弁をされておりますが、実際では検討したのかどうか、まずはお伺いをしたいと思います。秋野大臣政務官。先生から先ほどご指摘をいただきましたように、地元の方々にとっては帰りたいというご気持ちを持っていらっしゃる方も相当数まだいらっしゃるものですから、そういった意味ではこのさまざまな意見について私どもはしっかり見極めていく必要があるとは思っております。ですからこの問題は多くの分野に関わる問題でありますので、政府全体として受け止めるべき課題として、ただ私どもはそう言っても全力で除染を進めていきながら、この中間貯蔵地については責任を有しておりますので、この中間貯蔵地の施設の予定地となった土地については、適切な保証により地権者の方々から買わせていただく方向とさせていただいております。でどうしてもこの中間貯蔵施設が福島の除染の推進に必要不可欠な施設でございますので、その設置に向けて地元のご理解をいただけるようまずは努力をしてまいりたいと思っています。委員長、坂口君。
これは本当に地元の意見をしっかり聞いた上で、最終的に政治が決断することだと思いますが、私の提案としてはですね、特にこう線量が高い地域、除染についても相当な労力が必要で、実際になかなか安心して帰ることは少なくとも数十年は不可能であろうという地域に関しては、今申し上げたように最終処分地域をそこに作ってしまうと、そして同時にですね、その原発がどのような状況をもたらすのかということについての研究の場や、日本国民あるいは世界の方々が学べるようなですね、そういった場所を作っていく、そして最終的に時間はかかるかもしれないけれども、膨大な放射能に汚染された土壌などがですね、そこに運び込まれて、周辺のそれによって周辺の除染がですね、進み、また最終的にそこが人々が生活できる、少なくともそこに人がこうマスクなどをですねつけずに戻れるようになった時点で、例えばシンボリックな意味でですね、太陽光のパネルをこう敷き詰めた再生可能エネルギーの拠点にするなどの、要するにこの地域をですね、本当に知恵とアイデアを使ってシンボリックな意味で最も有効活用する、そういった地域にしていく政治的決断も必要なんではないかと思うんです。ここはですね、政治だけが一方的に決めるというのは私はさまざまな問題をもたらすと思いますが、安倍総理もですね、住民の気持ちに寄り添っていく必要があるとおっしゃっているわけですから、例えば住民投票を行ってですね、今私が申し上げたようなことも含めたさまざまな選択肢を提示した上で、この地域の方々の意思を反映させて、しかし、政治としては、言いにくいかもしれないけれども、最も有効にこの場所を使えるような、提案をしっかりしていく、そういった決断、政治的意思の示し方も私は必要だと思っております。この点について、大臣のお考え、最後にお伺いをしたいと思います。石原環境大臣。坂口委員の議論を聞かせていただきまして、一つの見識であるな、環境省としては秋野政務官からお話をさせていただきましたとおり、この除染と中間貯蔵施設というのはコインの裏表の関係にございますので、ともかく地元の方々のご理解を得て、もう間もなくでございますが中間貯蔵施設のボーリングももうすでに始まっておりますので、どこに作るということが専門家の中で、ここが適材 適地であるということが明らかになった後には、地権者の方々からその土地を買わせていただいて、そこに中間貯蔵施設を作ると、そんな中でこれも秋野政務官の答弁の中にあったように、帰りたい方、もう帰りたくない心配だという方いらっしゃいますので、そういう皆様方の意見をしっかりと聞かせていただいて対処させていただきたいと考えております。坂口君。ありがとうございます。どちらにしてもですね、本当に自分たちには何の責任もないのに、人生設計が本当にままならないような状態で、でも早く帰りたいと思っていらっしゃる方々、その方々の思いをしっかり受け止めた上で、やはり政治的に決断すべき時はしっかり決断をすると、そういったリーダーシップ、環境大臣には期待をしておりますので、この件については私も現地でのヒアリング今後も続けていく中で、またさまざまな提案をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。